能登半島地震で展示室が被害を受け、一部を除き閉鎖していた金沢21世紀美術館がおよそ半年ぶりに全面オープンしました。金沢21世紀美術館は通常なら1月2日に開館する予定でした。しかし能登半島地震で天井のガラス板がひび割れたり落下したりするなどの被害が出たため、一部の無料ゾーンを除き閉鎖していました。今回復旧工事や安全確認が終わったため、今日から有料ゾーンも含め全ての展示を再開しました。このプールの展示がすごく有名って聞いてたので、はい、ちょっと見れてよかったです。金沢21世紀美術館によると、展示室は天井のガラス板を撤去して安全対策を講じたということで、安心して観覧してほしいと話していました。